週も疲れたな。癒しが足りない。癒されたい。今週末こそ香川で癒しの旅に出るぞ。よし、久しぶりに癒されてくるか。週末癒し屋どんぶ。やっぱ海の風は最高。気持ちいい。とりあえず海に来てみたけど、これからどうしようかな。あれ、ヤドンだ。私を癒しに来てくれたの？え、どこ行くの？ちょっと待ってよ。栗林公園か。ヤドンどこ行ったかな。あ、いたいた。ヤドン見っけ。わあ、美味しそう。せっかくだし朝粥食べてみようっと。綺麗。この景色の中で朝食なんて幸せ。わあ、これが朝粥か。いただきます。体に優しくて心もほっとするわ。ごちそうさまでした。あれ、ヤドン、またどこ行ったんだろう。もうちょっと待ってよ。お次は北アメリカ。カフェもショッピングもあるんだよね。わあ、かわいいお店。あ、こっちもいっぱい買っちゃおう。あ、そういえば宿がいない。ま、いいものいっぱい買えたし満足満足。めっちゃヤドンちゃん。ヤドン隠れきれてないよ。でもこのポスト超かわいい。ヤドン、私お腹が空いたからうどんでも食べに行かない？うどん作りの体験ができるところがあるの。一緒に行こうよ。香川といえばうどんでしょ。一緒にうどん打ち体験しよう。じゃあ行こっか。ごちそうさまでした。最後にヤドンと一緒に行きたいとっておきの場所があるんだけど、付き合ってくれる？わあ、綺麗。癒される。ヤドン、ありがとう。明日からも頑張るよ。
川で綺麗な景色や美味しいものに癒されて、明日からも頑張れそう。疲れたな。やっぱ海の風は最高。気持ちいい。わあ、この上着ヤドンだ。いただきます。ヤドンのおかげでいっぱい癒されたわ。